君を愛し、よいし、よいし、さなちもすりとて、あいうえ、はらら。
空手とは、沖縄に古くから伝わる手という武術と、中国から伝わった中国武術とが融合し誕生したと言われています。武器を持たない平和を愛する祖先が護身の術とするとともに、礼儀と真理を道徳、人格形成に資する武道として体系化し、今日まで継承発展してきました。空手道は礼に始まり礼に終わる。国際名武館合従部空手道連盟総本部八木道場。奥義を極めるには、まず心を練らなければならない。天正。空手の型は全て受けから始まる。積み重ね、心と体を練り上げる三心天正。
族の共演つなぐお送りしておりますけれども、いやー迫力ある演舞でございました。皆様いかがでしたでしょうか。すごい息吹でしたね。迫力がもう会場いっぱいに広がっておりましたけれども、さあ1998年名護市を拠点に沖縄の民族芸能エイサー獅子舞の土着的所作を残し、斬新なサウンドと振り付けを取り入れ、県内外で活躍中の今回の主役であります創作芸団レキオスの皆さんの勇壮な演舞、そして伝統空手を継承しながら新時代の空手ワールドを展開した国際芸舞館ダニー道場の皆さんの気迫あふれる演舞を続けて皆さんにお楽しみいただきました。ダニー道場の館長八木明人先生はモントリオール国際映画祭正式紹介作品の映画「黒帯」で主演を務め、その後数多くの演舞に出演、沖縄伝統空手の発展のため日々指導に努めていらっしゃいます。そして琉球舞踊は川口杉流百戦会新里直子琉球道場の皆さんです。新里直子先生は2000年名護市中尾市に道場を開設、古典芸能を実行し、さまざまな舞台で創作芸能の振り付けを行い、国内外で活躍されております。そしていやー始まりました、お笑いコンユニット沖縄を代表するバンド太陽風オーケストラの話題の奏者中曽根達也さんが監修を務め、浦添市の舞台で活躍中の知人衆若手や中間大さん、雄星さんの親子、そして今勢いのある若手奏者三上雅史さん、金城匠さんとのユニットで、こちらもまた素晴らしいステージをお届けいたしました。ステージ前半はレキオスのエーサー、そして沖縄伝統空手琉球舞踊沖縄和太鼓と、もうレキオフェスタでしか見られないスペシャルステージとなりましたが、これからのお時間は日本の伝統芸能、島根県より石見神楽の登場となります。初めてご覧になる方も多くいらっしゃることと思いますが、創作芸団レキオス代表照屋忠敏が県外のイベントで実際に島根の神楽おろちを見て、その迫力に魅了され、その後独自でアレンジを施しレキオスの演出に加えて20年余りとなりますが、まだまだ本場島根のおろち演舞には到底及ばないとレキオスの副団長玉里翔平が島根県へ渡り、浜田石見神楽社中連絡協議会の皆さんに心よく受け入れていただき、ご指導いただいたんだそうです、直々に。そしてこれを機に島根県浜田市との交流がスタートし、本日およそ2年間待ち続けた夢の舞台へとつなぐことができました。まさに本公演のタイトル、つなぐそのもののストーリーでございます。石見神楽は島根県浜田市を中心とする石見地方で室町時代から伝わる伝統芸能です。明治時代、神社の神職から地域住民へと受け継がれ発展を続けてまいりました。浜田市は八丁市神楽発祥の地で、石州和紙で作られた神楽面やおろち提灯茶道という豪華絢爛な衣装が大変有名です。神楽を継承する浜田石見神楽社中連絡協議会は11社中で構成され、地元の祭礼での奉納を中心に神楽大会の開催や国内外での公演を通じて伝統継承や地域振興に大きな役割を担っています。2017年には高円宮記念地域伝統芸能賞を受賞、2019年には文化庁より石見神楽を構成文化財とする神々や鬼たちが躍動する神話の世界、石見地域で伝承される神楽が日本遺産認定となっております。おろち退治と病魔退散を願い、ここでしか見ることのできない日本の伝統芸能、どうぞお楽しみください。